女帝、劉光院、リオンの初恋は、風見天音による日本のライトノベル。イラストは、水木優が担当。2008年より、一人者文庫より刊行されている。須田千優太と劉光院、リオンは、夏休みの間の記憶がなくなっていた。その間に二人は恋をしていたという。そのため、二人は対立しつつも記憶を一緒に取り戻す、ことになる。劉光院へは、 強大な権力を持ち、姫神家とは、江戸時代からのライバル関係で常に勝利している関係である。家訓には、涙を流すべからず、謝罪するべからず、過ちを認めるべからずがある。姫神家は、流行因果とは、江戸時代から続くライバル関係で大々仲が悪いが、常に流行因果の後人を排している。第二星雲量は、かなりボロい学生寮で、自分のことは、 自分でしろ、他人に手伝わせるならそれ相応の代償を払え、盗人には死の鉄槌を、目には目を、歯には歯をなどの地の置き手がある。特に恋人ができたら隠すべからずの置き手では、両性は基本的に紐手なので恋人ができた人には祝福という名の鮮血の縁が待っている。また、実生活では何の役にも立たない無駄な知識が豊富なマニアが多く住んでいる。 天皇家は西日本で大きく勢力を伸ばしている家である。ありがとうございます。